これで今ある泥水は、ああ、もう一個あるな。じゃがいもももう一個あるね。よし、じゃあ、じゃがいも植えますよ、コーディ。いくよ、コーディ。そうだな、でもお腹空いてるからな。なんか物とかあればいいんだけど、ここは?ツリーハウス。登ってる場合じゃない。こん中になんかあってもおかしくないけどね。特にツリーハウスなんかはゾンビなんか入ってこれないでしょう。まあでもここで得られるものっていうのはこれぐらいかな。よし、じゃあ次の場所。一回家に帰って、テレビを直してみよう。で、その前にちょっと寄り道をしながら。どうしようか。こっち行ってぐるっと回って家にドン。家を通るとすぐ帰っちゃうから、こんな、ここは遠すぎるか。ここは ?5 時間。あ、5時間か?もう21時になるんで5時間かかれば。家までまっすぐだと0時間で帰れるか。ここは ?4 時間か。車の移動もやっぱり時間かかっちゃうね。そしたら、ここでできるもの。お腹空いてきたけどな。よし、テレビを修理。ここで見てろ。回路基板だけで直せるっていうお母さんすごいけどね。あ、服が元に戻ってる。お母さん、見て。テレビがまた動いてるよ。よく聞いてみて。避難に関する何かを話しているようだね。緊急放送。最近の救助活動は複数回失敗しています。災害地域の住民は、ウィーリー警官に連絡を試みることができます。彼は、さらなる避難作戦を立てる予定です。専門家の見積もり、失礼。専門家の見積もりによると、したがって、最終的な避難は9月26日に行われます。それ以降はありません。9月26日、それって56日後じゃない？なぜその日だけ特定の時間があるの？お母さん、このセグメント繰り返し流しているみたいだし、信号も悪くなってるよ。私たちが受け取った情報は非常に限られています。56日も待たなければならないの？それは長すぎる。できるだけ早く生存者を見つけ、より多くの避難情報があるかどうかを確認する必要があります。確かになぁ。この二人で56日は長いね。まずは近くの場所を探索しましょう。近くのアラスカスーパーマーケットや、いいね。ちょうどご飯とか多そう。ちょうど出たばかりの中央地区がいい選択かもしれません。これらの場所があまり混乱していないことを願っています。テレビが直ったので、他の地域の天気チェックをできますか？そうすれば旅行の準備がよりよくできます。コーディが正しい。他の場所で天候の情報を見てみましょう。天気予報。さっき言ってた場所っていうのが一切ないな。あ、でもラロブ鉱山っていうのは隣のお家の女の子が、お父さんが働いてるんだっけな。あんまりわからんな。で、犯罪検査ファイル。事件が進むにつれて、この隣人はフォレストハイウェイ107で発生した別の事件の手がかりを含むさらに驚くべき情報を明かしてきました。さて、刑事捜査ファイルの焦燥は終了しました。次回、またお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。何の役にも立たないな。立たないね、今のところ。アラスカスーパー。まずはそうだね。食料とかあれば。で、町のホームか。で、次を何すべきかわからなくなったら、テレビを見ることを考えてみてくださいか。
じゃあまずは今ある泥水を浄化しちゃいましょう。コーディにはまだできないね。コーディおいで。やばいね。アンリンのお腹が13しかないな。ちょっと外に行って何かあるか見てくるか。まだ水は61あるから、回収台っていうのも気になるし、ちょっと木の板作ってみるか。違うね。作業台のランクアップは、板材、スクラップ、プラスチックシートか。じゃあ、まずは、おがくずで、アンリンで、コーディに教えると。よーし。で、板材を、3つ？3つ作ってみるか。これで OK かな。で、確か、傷んだ服があれば、なんだっけ、リュックのランクアップができたはず。リュックの拡張、できるね。これを、やっちゃおう。よーし、コーディ見てて。こうやって、リュックを増やすと。よし、できたー。リュックの補強。一枠に、スタックできる上限を増やすと。上限か。上限はいいね。とりあえずガソリンとか今使わないものはしまっちゃって。よし、直せるね。じゃあこれもアンリンで直して。これで何ができるようになるんだろう。回収台。分解、修理、武器強化。ああ、いいね。じゃあバールなんかは結構使うから。耐久度。六角棒布切れスクラップ。あ、でも、あれか。バールを分解すれば、六角棒が手に入るね。じゃあ、これでコーディにも見てもらうと。ああ、なるほどね。武器強化。パチンコも強化できるし、あ、修理難しいんだ、罠。金属インゴットに鉄板だって。今、なかなか見ないな。じゃあ、とりあえず武器強化は、布切れが足りないか。じゃあ、しょうがない。ちょっと、ここら辺見てくるか。あ、確か板材があればなんかできなかったっけ？オッケー。工具箱の分解もできるわ。よし、やってみよう。これで布なんか出てきてくれれば。木材4つか。他にもなかったっけ？あったあった。あ、服あるんだから、これ布切れにしちゃおう。コーディはまだだね。よし。次。回収台で、あ、木の分解もできるんだ。木を分解すると、おがくず。じゃあ、こいつは何になるんだいと。ガラス編か。あ、でも工具箱は結構分解するっていうの重要かもね。あー、やべ、ご飯が全然ない。どっかにご飯が落ちてればいいんだけどな。アラスカスーパー。野生動物とかはあるけど、中央エリア非常に危険か。ここはいけないな。トマト。いや、ご飯ないな。ちょっと外行ってみようか。隣の家で何か必要なものがあるかも確認したいしね。あ、コーディもお腹空いてるか。ちょっと待ってね。いやだ、ゾンビいる。ステルス。ステルスアタックってできないもんな。来たところをぶん殴る。ぶん殴る。よし。これ、ため攻撃できるんだね。上の方になんか丸いのが出て、それがちょうどよく溜まった時に大ダメージを与えれるっていう。よいしょ。あ、こいつ体力多いな。
危ねえ。チャージして殴りで、チャージして殴る、いいね。やばい、読まれてる、殴る、よし、あーアミーン、戻ってきちゃった、よっと、よし、あの遠距離の消防士のやつなんとかしたいよな。ステルス、後ろからロックオンぶん殴る、ぶん殴る、ぶん殴る、ガソリンか、よっ、走ってきたところをぶん殴る、あー振り切る、あみーん、ゾンビ強い、なんかないかな、なんか強い武器ないか、ナイフ、あ、半剣か、これを、うん、これは作れるね、作ってみよう。じゃあナイフでちょっと食料がなさすぎてきつくなってきたな。確か前のプランターもなんか壊れたりしてるからな。よーし、行ってみるか。いやー、このままだと本当に餓死しちゃうな。ステルスで、ステルスで、あ、ステルス攻撃あるじゃん。ステルス攻撃、あ、ナイフで刺すのね。よいしょー、ナイフは、あ、心臓を刺すように。でもさっきまでできなかったっていうことは、ナイフがあればステルスできるんだ。ステル、あ、ターゲットコテしてるためだ。逃げるよ、コーディ。いるね。その中身気になるんで、チャージしてぶん殴る。ここなら安全、チャージしてぶん殴ると。コーディ、大丈夫だよ。安心して。ゴミ山、あ、怖くなってるから、一回慰めてあげて、コーディを安心させる。コーディの確かね、戦闘技能のところでも、なんだっけ？これだ。アンリンが敵を15体倒すのを目撃するっていうのもあるんだよな。いや、さっきの板っていうのも、本当はコーディで壊せればよかったのかもしれないな。で、確かここ板材があれば通れるから、コーディに助けてもらいつつ、罠をし、あ、コーディ助けて。あとね、お腹が3しかないんだ。あったー、走ってきたー。早い。罠を仕掛ける。よし。で、コーディは安全なところで待ってなさい。ほら、ピッキング用具か。コーディ、あ、ごめんね、怖いよね。コーディ、痛いよ。どうしよう。結局、守れなかったは落ち込んじゃうと思うから、コーディ、強くなって。ママができるだけ早く治療するから、頑張ってね。あ？よし。いや、まだ大丈夫か？まだ紫はある。よしよしよし。これが真っ白になっちゃうとダメだから、ゴミ山見てもらって、ご飯がないか確認しよう。包帯しかないか。じゃあ、包帯使って回復。あ、でんぷん一つあればなんか作れそう。コーディにも作る。お腹が2だもの。1だもの。空腹になる。お腹空いてきた。お腹空いてきたけど、まず寝ないと。この世界は本当に苛烈だ。寝よう。いやー、こんなにあれだね。空腹に困ることになるとは思わなかったな。HP が5を削られるけど、まあしょうがない。これは厳しいな。
早めにちょっと、杏林の乾き度が0に達すると、永久的にマイナス20か。水だろ？杏林がダメージを負った際、追加でプラス 35%。ただ、一時的にリュックの枠を増やす。ダメージを食らわなければいいのでは？ Getting a bit hungry. よし、じゃあ、何か食べたいけど、ここも直せない、蛇口も直せないし、じゃがいもを小麦にしないと、あれ確か外になんか植えてなかったっけ、気のせいだったかな、外になんかないかな、プランターにトマトの種を植えた記憶もあるんだけど、Getting a bit hungry. ないし、ゾンビがいるし、ほら、なめんな、ほら。ああ、そうか。じゃあ、乾いた植木鉢をかき混ぜて、コーディに見てもらって、ここにトマトを植えよう。あ、薬草も植えれるのか。5.3。ああ、2.7。こっちの方が今のところ重要だね。で、コーディに見てもらいつつ、終わりにしましょう。じゃあ、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。それではさようなら。バイバイ。